皆さんこんにちは。日活研究者の渡辺です。今日はこれから皆さんに当社からの最新の映像をご覧いただきます。ダニ取りロボを開発したのは兵庫県にある日活研究所。創業は1973年。長年にわたってダニ対策のための製品開発に取り組んできました。ダニ取りロボの開発者である渡辺秀夫会長はダニの行動生態の専門家。ダニ取りロボはどのような発想から生まれたのでしょうか。ダニは生きてる時よりも死んでからの方がいわゆる死骸がですねアレルギーの元に非常になりやすい。そういうことで生きてるダニのうちに集めてしまって死骸もろともですね同じところに閉じ込めてしまうということを考えて開発しました。ダニを集めるのに香りで釣るというアイデアはすぐに思いつきました。しかし問題はどう退治するかということ。人間に害がある薬品を使うことは絶対に避けなければなりませんでした。そして研究に研究を重ねた末にたどり着いたのがダニを乾燥させてミイラ化する方法。ダニの体の 80% が水分であることに目をつけ、その水分を奪ってしまう吸湿性セラミックを利用することを思いついたのです。吸湿性セラミックは自然物質で人体には無害。これを食品粉末やビール酵母などダニが好む十数種類の自然物質と混ぜ合わせました。こうして新発想のダニ対策ツールダニ取りロボが完成。画期的なダニ対策法として日本とアメリカで特許を取得したのです。